はプリティです。最近さ、スマホにあるソフト入れちゃったのよ、おばちゃん。 AI が絵描いてくれるやつ。それでさ、ひろゆきをさ、ちょっと描いてもらったのよ。なんとなくひろゆきこれなんとなくちょっとひろゆきって感じするでしょAI のお絵描き面白いね。それじゃあ本日は見せてみたいと思います。あ、ちなみにこれが青白王子青白王子全然違うじゃんって、うん、見せてみたいと思います。輸入された中国のピーナッツからアフラトキシンが検出多数。天然物最強と呼ばれる発汗性を有している。中国産輸入食品が依然としてハイリスクである実態が明らかになった。厚労省が公開する輸入食品などの食品衛生法違反事例の最新版によると、27件の中国産輸入食品が食品衛生法に違反していた。97件も、背景にあるのが食の中国依存だ。2021年の日本の農林水産物の輸入相手国は中国が2位、1位はアメリカで、輸入金額は1兆3000億円を超えた。冷凍野菜や鶏肉っちょ、大豆っちょ、生野菜っちょが主な輸入品目となる。消費者問題研究所代表で食品問題評論家の、これ、が、かけた、達也氏が指摘する。近年は中国の衛生意識が高まったとはいえ、広大な中国では生産者の管理が追いつかない。そのために、輸入する大量の中国産食品から農薬や添加物、細菌といった日本の食品衛生法違反となる成分が禁止されるのです。なんていうの、管理が追いつかないっていうのもあると思うけども、なんていうのかな、売れればっていう、そういう意識の人も多いと思う。ねえ、おばちゃん。あら、ラビちゃん、どうしたの？これって、ダンボール肉まんの事件を思い出すね。ああ、あの事件ってね、捏造だったらしいわよ。嘘だったの？あれね、そうなのよ。おばちゃんも、ちょっとさっき調べて、なんかその、ダンボール肉まんが嘘だったっての知ったんだけど。でもそれって、みんな信じたっていうことは、あり得るっていうことでしょ？え？みんな洗濯石鹸だったの？ちげえよ、それあり得るだよ。それでね、あの、アフラトキシンは、カビ毒っていうカビなのよ。で、発汗性物質をね、多く含んでて、世界的に規制対象になってんだけど、これね、加熱してもね、毒性が消えないみたいよ。カビなのに熱に強いの？
てか毒消えなくて、なんか言った？ピーナッツ、揚げピーナッツにね、多く含まれてんだって、中国から入ってきた輸入食品で。でね、この、まあ、どれぐらい怖いかっていうのはね、このニュースがすごく、集中してると思うんだけど、2019年に中国の広州で生活する40代夫婦が食中毒に、ね、なっちゃって、原因がね、まあ、この落花生に含まれてるアフラトキシンが原因じゃないかって。で、搬送中に奥さんがね、亡くなっちゃったのよ。亡くなってしまうほどやばいものなの。日本の人でアフラトキシンがやばいっていうのはあまり気づいてない人多いけど、いろいろおばちゃんもあまりよくわかってなかったけど、ね、調べたら相当やばいわよ。で、今回ね、輸入食品でちょっと引っかかったのが、生玉ねぎからチアメトキサムっていうね、殺虫剤の成分なんだって。それがね、ちゃんと処理されてなくて、大量についたものが入ってきてたりとか、あと、冷凍の、あと、蒲焼きとか、アナゴ、あと、焼き鳥が大腸菌類が検出されたんだって。で、冷凍のヒハチマグロや、あと、カツレツ、あと、白身魚の天ぷらからは、糞便系大腸菌グループの総称であるイーコリが検出されてんだって。糞便系？え、なんでそんなのが、クソくらいっていうこと？適切じゃないけどクソくらいってことだと思う。あと、スティックチキンや火鍋用の調味料からは特定の成分と混ぜると発がん性物質となる、これも相当危険なんだけど、ソルビン酸カリウムが検出されて、また生鮮食品などからは基準を超える農薬クロムフィリホムスやハロキシホプっていうのが検出されたんだって。で、背景にあるのが、今中国ってゼロコロナの政策してて、生産者や、あと、働く、加工したりする人の人数が圧倒的に少ないのね。だから、くらいってことになるかもしれないとかっていうふうに書いてあった。鍋、食べたくなる。それ、誰だってみんな、食べたくなる。いや、よく考えると、なんで糞便系のやつが入ってるかっていうのね、よく考えていただければと。ビビってくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。